JR 中央線武蔵小金井駅南口伊東洋華堂3階のメガネの前田でございます。こんにちは、メガネの前田の前田でございます。今回はプロデザインデンマークのフレームをかけております。このフレームの最大の特徴は、ツルの部分、テンプルの部分が、普通のメガネと違って逆方向に回転して収めるということです。で、こうなることでこちらの非常に小さな専用、のケースにこういうふうに収まってしまいます。簡単に、ちっちゃいケースにも入ってしまいます。さて今回は、また引き続き、メガネのケアの仕方についてご紹介したいと思います。今回メガネのケアについて大事なこと、それはメガネを高温の、環境下には置かないということです。特に、炎天下の車の中、ダッシュボード、あるいは、サウナ等に入って、かけたまま入ってしまいますと、レンズ表面のコーティングが、一瞬のうちに、割れてしまいます。ひびが入ってしまいます。メガネは高温下には、メガネレンズは高温下には非常に弱いです。またさらに、ドライヤーなどにもの鉄粉も直接当ててしまいますと、コーティングの、割れや傷の原因となります。メガネを、大切に扱うとき、高温下の環境には絶対に置かないでください。どうぞよろしくお願いいたします。